皆さんこんにちは、シューポンキノコです。今回はですね、シーズンが変わったのと、ガチバトルに新マップが来たのでやっていきます。いつもこの時はワクワクしますねー。お、進化スキンが来ましたね。緑のかっこいいやつです。お、さらにメイドインアビスとの、コラボが決定です。そして週末の青鍵祭り。え、何これ？まずは進化ガチャから。新しいやつ。なんて読むんだ？ジュジュ？進化スキンはいつも読みにくい。ドデカガチャも開催ですね。シーズンガチャは、妖怪、のようです。66尾とかメジャーなやつはわかるが、九段、ってなんだ？最後は一つ目入道。ちょっと怖い。なかなかホラーなラインナップ。復刻はミニミニシーズンですね。妖怪シーズンって前にもあったような。前シーズン結果、ギリギリの、ランク SS っぽいです。今シーズンは、もう少し頑張りたい、です。それじゃ、新妖怪シーズンで、100人サバイバルやっていきましょう。新しい進化ガチャ、引いたけど出なかったので、サボテンマンです。限定マップか、新レア鬼が、来てほしいところだが。行くぜー。限定マップじゃなかった。スタートすぐに左下にいたのって、新しく登場した進化スキンだよね。なんかネズミっぽい感じ？今回新しく登場した、ジュジュースキン以外にも、進化できるようになったドデカスキンが、3体追加されています。もう進化後の姿は公開されているんだけど。どうでしょう？これすごくないですか？撮影前に少し引いて、ジュジューが出るか、この3体のどれかが進化できたら使おうと、思ってました。だけどサボテンマンを使っている僕。ま、いいか。進化ガチャは、2月2日までやっているので、まだまだ引いていきます。今シーズンは、妖怪、ってことで、確か前にもあったと思ったので、調べてみた。2022年8月に、妖怪シーズンがありました。他にですね、2020年11月には、日本妖怪シーズンっていうのもありました。妖怪っていうと日本っぽいから、同じでいいかな？鬼来たー。なんか赤いの出てる。気持ち悪いですって。多分だけど、これ的なやつだよね。この提灯の中ってどうなってるの？気になって仕方がないので、勝手に取ってみた。あ、やっといてなんだが、やばすぎるんで大丈夫。ちょっと気持ち悪い。以上、新青鬼でした。てかまだレア青鬼を紹介してない。3体目に出てくれるといいな。それからですね、冒頭に紹介した気になるお知らせ。新たなコラボが開催決定ですね。2月9日、15時から、メイドインアビスとの、コラボが開催されます。僕、題名くらいしか知らないアニメなんですが、一応3話くらいまで見ました。とにかく大きな謎の穴を、命がけで探検する、探検家たちの冒険の物語です。少し見ただけでも、とにかく面白いので、コラボ前に、できるだけ見ておこうかなと思います。というのに残り2人、気持ち悪いのに追いかけられてます。ガスマスクゲットで最終。これはいけたんじゃないか？ていうか3体目すね、間に合わなそうだ。あ、レア鬼出なかった。逃げました。左のは、同期の青鬼でしたね。レア鬼は、スモーニの変化系かな？気になる。それではですね、ガチバトルに新マップが来たので、やっていきます。新マップ実装当日の、1月26日撮影です。初めて3試合目ですが、新マップが来たようです。行くぜー。僕の変身鬼はエジプト鬼、だいたいこれでやっています。なんかトゲがいっぱい。これやばすぎじゃないか？変身前はトゲは踏めないけれど、おそらく変身した状態では、トゲが踏めるはず。やっぱりそうですね。鬼になっていれば、全然平気。鬼が直線でトゲを越えてくると、逃げるのが難しそうです。逃げにくいステージですね。エジプト鬼の仲間の、氷山鬼を使っている人がいますね。これは嬉しい。山系の鬼は、変身時間は長いが、足が遅いのであまり人気がないです。だけど、変身時間の長さで勝てる試合も、多いので、もっと人気が出てもいいと思うんだが。この1マスの道、挟まれたら確実にやられるな。この上も行ってみよう。このマップ、どこかに宝箱がありそうなんだよね。アイテム獲得のログが流れているもんね。
げを気にせず進めるって、めちゃいいね。あ、この上に宝箱ありますね。やっぱりあったね。でもこの場所ってあまり来ないような。中央に4つくらい置いた方が良さそうな気もする。スローが出たし。右上の隅にも、同じように宝箱が置いてありそうだね。スロー切れてから取りたいので、待つ。誰か来そうなので取ろう。上に行ったので追いかける。ガチで追いかけても、エジプトにはプレイヤーと同じ速さなので、追いつけない。このマップでは、うまいことトゲを越えて、キルできるかもしれないですね。右側の方も行ってみよう。この辺りに宝箱があれば、アクセスしやすくて、いい感じなんだけどな。やばい、フワッティに対。やられた。フワッティはトゲ越えてくると、怖いよね。もう霧が広がってますね。これだけ取って戻るか。今回の新マップ追加は、1111万ダウンロード突破イベントの、一つです。1月19日から1週ごとに、青逃げ5、ガチバトル、青逃げ人狼の、マップが追加されてます。1月19日に追加された青逃げ5の新マップは、こんな感じ。天使の輪と羽が、とても美しいですよね。そして1月26日から登場したのが、このガチバトルのマップです。このマップも引きで見たら、何かの形かもしれないですね。このところ、ダウンロードの記念イベントで、マップを増やしてくれることが、多くて嬉しいです。昨年8月の、1000万ダウンロード突破フェスでも、同じように、週ごとにマップを追加してくれました。その時に追加してくれたのが、右のやつ。宝箱がないのが、ちょっと難点なんだけど、銅像があり、鬼を塞いだりできます。駆け引き的なものもあって、面白いんだけど、僕は今回のマップの方が、圧倒的に好きかもしれない。皆さんはいかがでしょうか。新マップの感想とか、聞かせてもらえると嬉しい。そして、2月2日、金曜日に、青鬼人狼のマップも追加されるので、お楽しみに。僕は青鬼人狼も好きなので、どんなマップが来るのか今からワクワクしてます。霧がだいぶ広がってきて、生存が5人になりましたね。最終は左下っぽい感じだね。やばい。やられた。最後一気か。頑張りたい。この下って確か挟み撃ちポイント。やばい、これって挟まれたら詰むよね。ここ割れて、下手に入っていかないように、気をつけよう。さあ、残り4人、これは勝ちたい。行くぜー。とは言ったものの、足が遅くて追いつけないんだよな。待てー。反対側からフワッティが、キルした。いや、ここやっぱりやばい。せっかくなので、フワッティさん、覚悟。よっしゃー、残り2人。もうウィルスくればいけるんじゃないか。ウィルス来たー。少し待つ。あ、ガチはお逃げです。今回は、妖怪シーズン、100人サバイバルと、新マップで、ガチバトルをやってみました。それでは今回はこの辺で。ご視聴ありがとうございました。